国産羊の魅力を多くの人に伝えたい。26歳で羊農家となり奮闘を続ける若きファーマーをご紹介します。グッドラックストーリー。金ヶ崎町の山本良也さんは神奈川県出身で、10歳の頃家族で岩手に移住。2年前羊農家のアルバイトがきっかけで起業を決意し、2022年山本ファームを設立しました。羊って、世界最古の家畜って言われてて、世界中で一番多く食べられるお肉なんですよね。でも日本だけが極端に羊との馴染みが薄い。だからこそ普及させていけるプランがすごいパッとこう浮かんだので、これは面白そうだなと思って始めました。2棟のハウスと放牧地で飼育している羊はおよそ120頭。現在日本国内で消費される羊肉は輸入がほとんどで、国産はわずか 1% 未満です。お肉としての魅力ってどういうところですか？海外で飼われてる羊っていうのはもう一年中放牧されてるものがほとんどで、青草を食べると青臭さが出るんですよね。国産羊っていうのは基本的に畜舎で灌木草を与えて、臭みや癖がなくて、でも旨味がしっかり感じられるようなお肉になってますね。山本ファームでは欧州羊と銘打ち、ブランド化を推進。ブロック肉やスライス肉、ソーセージなどの加工品を販売し、イベントへの出店やレストランとの取引も行っています。貴重な食材でもあるので関心を持って見てました。柔らかさとフレッシュさっていうのはこれまで体験したものではない味わいがありますね。良いお料理は良い食材からしかできないので、どんどんねお伝えしていけたらいいなと思ってますよ。農場では羊の体験プログラムも提供。触れ合いをきっかけに羊の可愛らしさ、さまざまな魅力を知ってほしいと願っているのです。これからの夢や目標ってどんなことですか？今ここの地域、結構限界集落で割れてしまった農地なんか再生にも持ってこいな動物ですし、金ヶ崎町をなんか羊の町みたいな感じでできたらいいかなって思いますね。金ヶ崎町を羊の町に、若きファーマーの挑戦は続きます。せーの、国産羊の魅力を広めたい。グッドラック。楽しい空間を提供できるよう思いやりを持って頑張ります。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。